有吉さん、プリクラ系女子の浜崎あゆみおばさんが逆立ちしてヘッドバットでスイカをかち割っている下品な写真をツイッターにアップし、フォロワーから批判された途端こんなことを言ってやがりました。っていうかさ、よく見ればわかると思うんだけど、頭でスイカ割ってるあの女性、あゆじゃないからね。あゆじゃねえのかよ。じゃあ誰だあのバカは。船か岩中かニジマスか。一体なぜ頭でスイカを割ろうと思ったのか、誰に命令されて割ったのか、詳しい話聞きてえからそいつの個人情報教えろ。実行犯が一番悪いとは限らねえからな。あと必要以上にハミチチしてるライブ写真いっぱいアップしてくれてありがとね。